私川脇とやっこさんで SKE48 の皆さんをお迎えしたいと思います。それでは SKE48 の皆さん、ステージの上にお願いいたします。今日は北野瑠香さん、相川穂乃香さん、井田レオナさん、谷真理香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。順番に自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。 MC 岐阜応援隊隊長の北野瑠香です。はい、お願いいたします。はい、SKE48 チーム E の井田レオナです。よろしくお願いします。お願いします。 SKE48 同じくチーム E の相川穂乃香です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、同じく SKE48 チーム E の谷真理香です。お願いします。今日は2回もステージに出ていただけるということで、はい、ありがとうございます。今日はガールズフェスタということで、はい、まあ、女性向けのいろんなイベント会場内で行われているんですけど、皆さんメンバー内でなんかガールズトークとかします？どんな話をされます？ここではできないよ。してないですよ。ぜひそんなお聞きしたいなと思うんですけど、皆さんとガールズトークしていきたいなと思うんですが、はい、今日はそうですね、スマイルアスカさんのブースとかでお肌の水分量をチェックできるようなブースとかもあるので、やってほしい。めっちゃやりたいですね。で、皆さんにもご参加いただきたいんですけど、はい、皆さんが普段美容で気をつけていることとか何かあれば、皆さんすごくお綺麗なのでちょっと遠慮して。そうですか。何かありますか？あるかな。じゃあ、谷さんからある？みんなないの？私ゴリゴリにあるんですけど、やっぱり最近ではね、テレビの画質が上がってるんですよ。皆さん今カメラね、たくさん撮られてるじゃないですか。カメラの、鮮度もすごくいいですし、本当携帯の、ね、カメラ機能もすごく高いんですよ。だからこうやって撮られる時にやっぱ肌質とかね、そうだからやっぱ加工しないとね、ちょっとあれなんで、はい、素肌でも勝負できるように、エステとかにやっぱ頑張ってます。すごい。そうなんですね。じゃあこれ今日撮ってる人は加工してから載せないといけない。ビューティープラスおすすめ。いや、アプリおすすめしないで。調整隊長さすがですね。ケーブルテレビの会社なので 4K すごくいいですよって言ってるんですけど、出ている方たちはそういうところにも気を使ってるんですよ。なんですね、 4K すごいですね。すごいな、本当に。ありがとうございます。他に皆さん何か気をつけていることありますか？でもなんかたくさん水を飲むといいって言うんですよ。そうですね、2リットルぐらい飲むと、1日2リットル飲むといいって。そうだからペットボトルを持ち歩くようにして飲んでます。確かに今日持ってた。そう、ちゃんと持ってきました。500ミリリットルって言ったら足りないじゃん。足りないですよ。あと3本いりますね。そう、だからあれだよね、楽屋に入るとさ、8本くらい水飲んでた。めちゃめちゃあったんですよ。水ありすぎ、ありすぎで、しかもまだいりますかみたいな感じで。追加来たよね。そう、やっぱすごいなと思います。サービス良すぎ。ありがたい。ありがとうございます。皆さんとかはいかがですか？でもやっぱり夏が近くなってきたので、やっぱ日焼けにはちょっと今年から気をつけようか。今年なんだ。今まで日焼け止めあんまり好きじゃなくて、こう塗るのが苦手だったんですけど、なんかちょっとやっぱり二十歳過ぎぐらいから日焼けをやっぱ気にしなきゃいけないなっていう風に思い始めて、今年からSPF50 プラスの日焼け止めを、一番強いやつをもう顔にも首も足も手も全身に塗って、お家を出るようにしてます。しかもなんか今日ね、曇りなんですけど、曇りの日が一番焼けるんだよね。そう、いいですね。だからもう私ここの手のところが出てるので、ここにめちゃめちゃ塗って今日来たんで、いくらでも焼けても大丈夫。終わったよ。塗りました。めちゃめちゃ簡単だけど、塗りました。こんな肌してるけど塗ってないから。はい、そうですね、はい、これからの季節、紫外線対策も、はい、ぜひ皆さんもしていただきたいなと思います。はい、ぜひ北野さんいかがですか？私は特にこれといったものはやってないんですけど、はい、やっぱり実家のおばあちゃんが作るご飯が一番こう体にいいというか、健康的にそれのおかげで肌荒れもせず
ずに健康で今こう過ごせてるのかなって思いますね。本当肌綺麗、ね、ありがとう。めちゃめちゃ綺麗、そう、めっちゃ綺麗なんですよ。だから皆さんちょっとルカさんの肌を見てください。いや嬉しいです本当に。確かにもう肌綺麗だなと思います、ね、そうお母様のおかげなんですね。そう家族のおかげで肌荒れせずに過ごせております。ねルカンチのおばあちゃんのご飯食べたい、この後食べに行こうか。名古屋帰ってください。はい、ありがとうございます。すごい皆さんの美容のお話とても勉強になりました。はい、ちょっと次の質問に行こうかなと思うんですけど、はいはい、ガールズトークならではの質問なんですけど、皆さんの、まあ、異性にキュンとする仕草だったりとか、キュンとする言葉とかもしあればお願いします。ぜひあの皆さん漫画が好きっていう方もいらっしゃると思うので、そこから撮っていただいてもいいんですけど、皆さん何かありますか？でも私はこう日常的なことなんですけど、あのエレベーターであの開くを押してくれてたりと か、 なんかお店の全然知らない人ですよ、知らない人でもなんかお店の扉をこう、ま、押して待ってくれてる人がキュンとくるなって思って、さりげない優しさ、さりげない優しさで、この間本当に幼稚園ぐらいのちっちゃい男の子がずっと扉開けて待っててくれて、もうキュンとして、もう絶対そのまま大人になってくれよって思いながらありがとうって言いました。いいね、モテる子に育てますね。最高ですね。なるほど、ね、ありげない気遣いが大事なんですね。一番大事です。ちょっと男性の皆さんもいっぱいいらっしゃるので、ぜひ、ね、開けるボタンを押してください皆さん。思います。他には皆さんいかがですか？私は仕草であるんです。ちょっとなんか髪の毛が長い人がこれかき上げてたりする。いいですね。ほら、めちゃめちゃかき上げてるよ。センターでめちゃめちゃかき上げてる。必死やん。めちゃめちゃかき上げる。ああいう感じですね。ああいう感じで合ってる。合ってんの？あれはちょっと多すぎる。あ、多すぎる。限りげんなくがいい。5分ぐらい。5分に1回ぐらい。5分に1回も十分健康だよ。十分多いと思うんですか。かっこいい。なるほど、なるほど。はい。仕草もあの大事ということで、はい、はい、あとはいかがですか、皆さん、はい、あのすごくスーツを着ている男性が好きで、よく街とかでサラリーマンの方が歩いてるじゃないですか、うん、必ずすれ違い越しにこうやって見るんですけど、結構しっかり見てる、こうやってしっかり見てるよ、それ。あのネクタイとかね、してるじゃないですか、そういうしてる姿を見るのが好きですね。主にとかもありますもんね。主にドラマとかで見るんですけど、ドラマで、そうそう、スーツいいなって思う。スーツいいね。わかるわかる。あと筋肉とかもめっちゃ好きです。だから男性とか夏になるとね、あの短パンとか履くじゃないですか。あの方も履いてるんですけど、すごい筋肉いいなって。いいですね。見ちゃう。じゃあ次の重なるステージでは、短パンの人と。見れるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、いかがですか、特に佐野さんとか。私はですね、あの人より、うん、あのご飯を食べるこう時間がめちゃくちゃ長いんですよ。確かにゆっくりだね。そうだから食べるのが遅くても怒らない人がいいです。怒んないよね、みんな。でさ、やっぱ食べるの早いじゃないですか。はいはい。そうだからあのラーメンとか例えば食べに行った時、私食べるの遅すぎてどんどん麺伸びるんですよ。あ、そうなんですね。そうだからそれを、うん、こうね、一緒に食べに行っても怒らない人がやっぱいいなって思います。待ってくれる人ね。はい、ちなみにメンバーはもう怒ります。私がいや本当に遅いの。遅すぎていつも怒られるんですよ。だって完食したと思ったらまだ半分くらいしか食べてないよ。そう、ペースが合わないんですよ。合わないよ。よく噛んで食べることも大事ですからね。そうです。ゆっくり食べるのも大事ですから。はい、ありがとうございます、はい、ではですね、皆さんの異性のキュンキュンする仕草とかを聞かせてもらったんですけど、はい、これからですね、ちょっとステージ上にお子さんがキュンキュンするワクワクするようなものをご準備いたします。こちらがですね、はい、ラジコンなんですけども、ラジコン、ちょっとステージの上にお持ちしますね。ラジコンってあのラジコンですか？そうです、はい、実は2回目のステージの時に、はい、あのラジコンサッカーを
をしてもらう予定なんですけれども、めっちゃ楽しそう。はい、そう、ラジコンサッカーなんですけど、このラジコンを操作してボールにぶつかってボールを相手のチームのゴールに入れるゲームなんです。はい、皆さんラジコンは操作したことはありますか？ないです。ないかも。あるけど、なんか小学校の時に、はい、リカのなんか、あれぶりでもあんまり、普段やらないから。すごい、すごい、本格的。はい、ありがとうございます。少しちゃう。ちょっと今日は、あの2回目はちょっと4台分あるんですけども、はい、今日はちょっと1台、どなたかにちょっと操作をしていただきたいなと思うんですけども。誰どなたが試されますか？じゃあ、このの。このの勉強は、アリオさん、お願いしてもいいですか？こちらを持っていただいて、多分落とさないで、落とさないよ、ダメだよ。これ、あの、多分左側を。ああ、すごい。やばいやばい。あ、じゃあこれ下に持ってきましょうか。下に持ってきましょうか。びっくりしそうなので、そのままいくかと思った。はい、では、あの、あ、いいね、いいね。あ、うまいじゃん。上手。おお、危ない危ない危ない。どっちがどっち。おお、めちゃめちゃいい。ちょっと当日2回目のステージはぜひこのラジコンカーを使って皆さんに参加をしていただこうと思いますので、いかがでしたか？難しい。だって左は前後ろで、うん、右は左右なのよ。動かし方が、このコントローラーの動かし方が。あ、そういうことか。そう、そういうことね。え、これ左で進むの？左で、そう、前後ろ進んで、で右で方向転換しなきゃいけない。なるほどね。なるほど。むずそう。うわあ、危ない。もうぶつかってっちゃうみたいな。すごい。2回目のステージ。上手じゃないだろ。すごい上手だね。よく当てらさないでね。はい、ありがとうございます。実際にゲームをしていただきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん2回目のステージもこちらの方にお越しください。 SKE48 の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。